おお、ここからの眺めは懐かしいぞ。カリン、チャクラ感じたんでまさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ、カリン、人質に取られるようじゃ足手まとい。てめえ、絶対許さねえからな。すまなかった。許したことしか思っているスタイルが、この僕でなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリー。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻き一族のようだの。渦巻き一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことが。戦場に向かうのはいい。だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っている。どういうことですか。足手まといになるならばおとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか。私たちが。オロチマルとやら、お前はまあいい。他のものが問題なのだ。なら試してみますか、彼ら。そのつもりだ。ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。わかりました。ではこちらはサスケ君に従軍、あと水滅。あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が。カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか。まさかここで。バカな。かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら3人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。ああ、始まっちゃったよ。兄貴、分かっているな。こちらも思い切りやらねば失礼ということだな。違う、なりきりすぎるなって少し本気を出してみようかの。この戦いで認められたら、僕ら戦争に参加しなきゃならないんだよね。じゃあ逆にここで手を抜いて負けておけば。水月。はいはい、ただ言っただけだよ。分かってるよ。ではつかないよ。倒して意外とイケてる。そのようだ。この感じ、何か仕掛けてくる。おさっとすんじゃねえ。エントン、ササノをかぐっち。燃え尽きろ。さて、試してみるか。なんかやばそうなんだけど。木竜の術。受けてみな。木竜の術。行くぞ。こっちだ。こっちだ。一発のことを口にしてもこの程度の実力ではない。いや、どうやらまだ本当の実力を出し切ってはいないようだ。さて、ここからどう巻き返すか見ものぞ。木竜の術。僕のやろうか。行くぞ。おい、行けるぜ。木竜の術。我らを相手にここまで粘るとは。これだけの力があれば評価を下すのはまだ先だ。最後までやらねば木竜の力を見極められる。ん？何を遊んでいる。水遁、水晶派、水月。やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないよ。15。ああ、やりおる。木遁、褒美の術。さて、どうする。こやつ。このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争だ。気を引き締めていかんとな。まだろ、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。戦いよ、だが戦争もこれで最後ぞ。